ハサミ有リタインターチェンジは、長崎県東園木郡ハサミ町にある、西九州自動車道のインターチェンジである。本校では、インターチェンジに併設するバス停留所であるハサミ有リタ、バスストップについても記載する。共に、焼き物の町で知られるハサミ町と佐賀県西松浦郡、有田タ町の県境近くにあり、どちらへ行くにも便利な位置にある。ハサミ有リタを名乗っているが、 西九州道は、有田町を一切経由していない。東 IC には、料金所は設けられておらず、竹尾南インターチェンジ TB、または、佐世保三河地インターチェンジ TB で東 IC、竹尾南インターチェンジ、または、佐世保三河地インターチェンジ間の料金を生産する。ハサミ有田バスストップハサミ有田バスストップは、ハサミ有田インターチェンジに併設する高速バス用バス。 停留場である。バス事業者の間では、ハサミありタインターチェンジという故障が使われている。停留場は、インターチェンジの入り口付近に設けられたバス専用道路の途中にあるため、東バス停に停車するバスは一旦本線から降りる、必要がある。九州各地と佐世保を結ぶ以下の2路線が停車する。いずれの路線も各地発の降車、佐世保発の乗車のみ対応しており、 東バス停と佐世保市内方面の総合利用は不可。なお、かつて運行されていた夜行便のコーラルエクスプレス号は、東バス停ではなく国道35号沿いの有田高校前バス停に停車していた。ありがとうございます。